お疲れちゃんですね、ジェンジです。今日はですね、一言言わせていただきたいなと思っております。サムネにもある通りですね、私のチャンネルの動画がパクられております。それこそね、えー、平均して月に1件ぐらいパクられてるような感じなんですけれども、まあ、それでね、こう、実害がどうとかっていうのは、まあ、ないんですが、えー、まあこんなね、弱小チャンネルから動画をパクらないでいただきたい。 ま、パクってこう何をするのかっていうところもあるんですけれども、まあ、YouTube はね、あの、著作権侵害のツールの方も充実しておりまして、まあ、仮に私の動画がパクられて、まあ、どこかでアップロードされてますという場合ですね、YouTube の方から通知が来ます。あなたの動画が他のチャンネルの方でアップロードされてますよ。で、何%、まあ、同じ動画がアップロードされてますよっていうふうな形で、まあ、通知が来ます。 そうなるとですね、私の方も、まあ、著作権侵害で間違いありませんという形で、申告、申告というかね、申請かえー、するような形になりますので、まあ、必ずね、えー、わかります。まあ、非常に優秀なツールになっております。で、これね、まあ、氷山の一角じゃないかなとは、えー、思っております。まあ、いいんですよ。YouTube に関してはこういうツールがありますので、ほぼほぼ、えー、まあ、 問題ないかなと思うんですけれども、これがね、他の、まあ言ったら、まあ SNS とか、えー、動画のアップロードサイトに、えー、アップロードされるとですね、ちょっとそのあたりはもう全くわからない、えー、状態にはなります。まあ以前もあったんですよ。えー、バズビデオ。あれもね、えー、結構パクってますね、皆さん。うん。はじめはね、あの、一応、 うち見ていただいている視聴者さんから、えー、パクられてますよ、というのを教えていただいて、で、見に行ったら実際パクられてまして。で、困ったことにですね、あのー、申告、一応著作権侵害の申告ツールがあるので、バズビデオの方にしたんですが、まあ、バズビデオからの返答はないんですよね。まあ、これどこだったかちょっと忘れましたけど、えー、中国とか、えー、海外の、えー、運営なんですけれども、 まあ帰ってきません。えー、リアクションが。なので、えー、もう確認はしてないんですが、おそらく削除されてないと思いますし、えー、他にもね、えー、おそらく YouTube 等で上がってる動画を、えー、バズビデオの方に、えー、再アップロード、無断でですね、アップロードして、えー、まあ荒稼ぎしてる人が、えー、結構いるんじゃないかなと。えー、まあわかんないですよ。国内、国外問わず、まあそういう形で、 やってるケースがあると思いますので、まあわかりませんが、まあそういうことが、えー、あります。まあそれがね、現実です。なのでね、まあせめて、せめてというか、まあ敬意を払っていただきたいなぁとは思っております。えー、これをね、見ていただいている皆さんの方もね、そういうことがあるんだよというのをご理解の上で、えー、まあもしね、同じような 動画、パクリ動画がもしあれば、えー、教えていただけると、まぁ、あ、少しはね、対策できるんじゃないかと、えー、思っております。まぁ、あ、そんな感じでね、今日は、えー、愚痴っぽくなりましたけども、えー、まあ、動画、パクらないでね、というお話をさせていただきました。はい。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。